鎌梨川橋は、山梨県の鎌梨川に架か,かる橋梁である。同名の橋が3つあるが、それぞれの節で説明する。山梨県道612号横手日の春、停車場線の鎌梨川橋中部横断自動車道の鎌梨川橋かつて存在した、山梨交通電車線の鎌梨川、橋梁山梨県道鎌梨川橋北都市にある、山梨県道612号横手日の春、 停車乗船の道路橋梁を全長172メートル、旧向川村を通る国道20号と中央本線日の春駅及び北都市役所方面を結んでいる。もともとはトラス橋春光であったが老朽化と福音5.0メートルと強章であったことから2003年に福音8.0メートルの毛田橋に掛け替えられた。 新橋掛け替えの再日の春側に公園が設けられ、急遽の橋柱などが保存されている。中部横断自動車道釜梨川橋双葉ジャンクションと、白根インターチェンジにある、中部横断自動車道の道路橋梁を、双葉ジャンクション白根インターチェンジが開通した2004年3月20日に、共用開始。片側一車線であり、全長は五十三メートルと藤川第二橋の、 共用開始までは、中部横断自動車道開通区間の橋梁としては一番長かった。山梨交通電車線の農林高校前駅とコンスワ駅の間に存在した鉄道橋で1930年5月1日に開通した。開国橋の下流側に隣接する形で架けられて、板が荒川に架けられた荒川橋と異なり、鉄道道路併用橋ではなく、 別の橋として扱われ、沿線随一の絶景地かつ、撮影地でもあった。しかし山梨交通電車線の経営がおぼつかなくなり、1962年7月1日に全線廃止とともに、鉄道橋としての使命を終えた。その後、開国橋の歩車分離を目的に、歩道橋に転用されることになり、1968年に歩道橋が完成したと同時に開国橋に、 併合された。1991年に開国橋が架け替えられ、旧橋は歩道橋と共に撤去されたため現在はその面影がない。ありがとうございます。